えー、プリズンブレイクのモノマネをしているユーチューバーです著作権の関係で題名が使えなくなってしまいましたかっこ収益がつかないわけ今はプリズソブレイクの題名で活動していますモノマネもワンシーン丸ごとやってるんですがこのまま収益をいただいて今後訴えられて大金を取られる可能性あるでしょうか心配でシルクさんご意見をいただきたいですえっと元のシーンを使ってなくてキャラクター名も言ってなければルール上は大丈夫だと思うのでであの プリズンブレイクでで検索すするとと出てこないと思うんですよねそのプリズブレイクにしてるのでなのでライブドアブログかなんかを作ってプリズンブレイクモノマネって書いてその動画だけ貼り付けるっていうのを動画アップロードするたびにやってくださいそうすると検索した時にそのプリズンブレイクでそのライブドアブログが引っかかってへえって思ってクリックする人がそのご自分の,の YouTube の動画を検索あの再生するって方向にするのでそういった SEO 対策をすると再生数は多少増えるんじゃないでしょうか